はい、皆さんこんにちは。 PGA ティーチングプロ竹内です。X ファイヤーですね、ムジークさんから出ている X ファイヤーの低反発モデル、高反発モデル、ちょっと前回ですね低反発モデルの、シダデビューということでやらせていただきました。今回ですねこの高反発モデル、全く同じモデルで高反発もあるということでちょっとですね打ってみたいと思います。実際にこちらはですねルール適合外ということで試合とか、クラブ競技は使えないのでそちらの方はご了承ください。実際にプライベートでラウンドされる方というのでですね、最近本当に高反発使われている方多いなという印象です。実際にこのレジャーとして楽しむ上では、飛距離落ちてきたという方はですねゴルフ楽しみたいなという方はこういう高反発を持たれるというのも一つの手ではないでしょうか。はい、それでですね実際この X ファイヤー見ていくと見比べてみてもほとんど全く一緒です。モデルは一緒なんですけども、このフェース面の薄さがちょっと違うということで、こちらが高反発、こちらが低反発になっています。こう構えた感じもですねもうほとんど、てかもう全く一緒です。同じモデルでフェースを薄くしているのが高反発モデルということで、ちょっと実際に高反発も打ってみたいと思います。高反発ですね、このフェース面が薄くできているので割れてしまうという危険性があるので、42で以上では振らないでください、42以上の人は使用しないでくださいということを歌っていますので、軽く振っていきたいと思います。はい、こちらですね打った感想なんですけども、実際に弾きがいいっていう印象です。もちろん高反発なのでそうなんですけども、実際にですね低反発モデルよりもボールが高く上がって簡単に、距離が出せるなっていう印象です。実際にこのボールの捕まりというのも非常によく、狙った方向よりも今自分の中では左に飛んでいっているんですけども、ボールが捕まるということはスライサーに向いているんですけども、ボールが捕まるということは距離が出しやすいということになります。なのでですね高反発プラスボールが捕まりやすいというのは、最強のクラブだと思います。どうしてもですねボールが捕まらないという方はですねこの X ファイヤーで、実際に捕まえてボールを飛ばしてみてください。さらに高反発ということでさらに距離が伸びていきます。